先日ホリエモンが、森健一郎様から、ユタボン様の話を振られた際、ホリエモンはこう答えました。別に興味ないです。なぜ注目されてるかが全く理解できない。若いだけで注目されてるやつって勝ちない。例えばユタボンが今25歳だとしたら、単にバカなやつだし、何にもかすりもしないやつじゃないですか正直。と回答。さらに若いだけで注目されているようなやつは、浅いし、アホだなと感じる。という趣旨のことをおっしゃっていました。辛辣すぎて草。ホリエモン的には、ひろゆき様みたいなタイプの方が、お気に入りなのでしょうか。今ちょっとひろゆき様とホリエモンは、餃子の件で絶交してますけども、早く仲直りしましょうよ。二人とも似た者同士なんですから。そして最近、ホリエモンはキングコング西野様との対談で、再びユタボン様に言及しました。スポニチの記事から引用します。実業家堀江貴文氏50が18日までに、自身の YouTube チャンネルを更新、お笑いコンビキングコング西野昭弘42がゲスト出演し、少年革命家を名乗る不登校 YouTuber の、ユタボン13を可愛いと擁護する場面があった。以前に投稿された動画で、堀江氏はユタボンについて、別に興味ないです。なんであの人が、そんなに注目されてるのかが理解できない。若いだけで注目されてるやつって、価値がないと思っていてなどと評していた。この話題になると、西野は僕はユタボン好きっすよ。可愛いじゃないですか、ユタボン。僕はファンなんですよとまさかの告白。堀江氏はそうなの？なんかいい人ぶってるな。俺がなんか悪い奴みたいじゃねえかよと笑いながらツッコミを入れていた。西野様、相変わらず言ってることが薄っぺらい。薄皮パンの皮よりも薄っぺらいです。可愛いだとか子供なのにすごいとか、そんな雑な褒め方じゃなくて、どうせならもうちょっとちゃんと褒めてあげてください。堀江門は、若いだけの奴なんて価値がないし、大人が同じことをやっていても相手にされない、という話をしています。例えば40歳のおっさんが、日本一周して不登校児を励ますで、とか言ってクラファンしたら、400万集まったでしょうか。いやでも結構面白そうですから、ワンチャン50万くらいなら、なんとか集まるかもしれませんね。まあ要するに、大人がユタボン様と同じことをやっても、全く相手にされないでしょって話です。その話の直後に西野は、ユタボン好きですよ。可愛いし、子供なのに頑張っててすごい、とか言い始めましたからね。お前、人の話聞いてたんかよと、可愛いっていうのは子供だからでしょ。ということはユタボン様が大人だったら、西野のユタボン様に対する印象も、また変わってくるわけで、ホリエモンとレベルが違いすぎて、全く話が噛み合ってないです。腐っても実業家ですからね、ホリエモンは、行き過ぎて逮捕されたことあるけど、しかも若いだけの奴は価値がない、みたいな話をしている時に、いきなり西野は、それって日本特有ですよね、みたいな意味不明なことを言い始めます。ホリエモンは嫌ぐれたとかいるじゃん、の一言で一周したものの、その後も20代がどうのこうのとか言う、わけのわからん話を西野は続けます。もうね、見ててイライラします。西野の薄っぺらさがよくわかる対談でした。西野男前なんですけどね。中身が伴ってなかったですね。まあでも今回は相手が悪かったです。相手がホリエモンですから、なかなか話を合わせるのも、難しかったことだろうと思います。西野は世間で言われているほど、悪い人ではないはずです。しかしこんな奴のサロンに、何万人も会員がいるってマジなのですか。頭おかしなるで、途中から西野の話になってしまいました。この対談のコメント欄に、ユタボンのやってることって、学校に行きながらでもできるんじゃないの、という意見がありました。確かにそれはそうかもしれません。今回のような日本一周だと長期休暇が必要ですが、普通に動画投稿するだけなら、別に学校に行きながらでも全然できます。最後までご視聴ありがとうございました。